夏もん20世紀の夏祭り、今日もやりましょうか。皆さんこんにちは、ダイダラです。さて今日はね、2日目の朝からやっていきましょうか。さてラジオ体操とかがあるのかな。昨日ね寝たんですけど、何時に寝たか分かんないんで、朝起きれてるか分かんないんですよね。起きててくれ頼む。ローディングお金かな、右上のやつ。100円しか俺持ってねえのこれ今。あ、来た、朝です。おはようございます。何、シャチホコあるけど起きたかな俺。ラジオ体操大丈夫、寝坊してるくね。あれ、目が覚めると視線の先に見知らぬ部屋の天井の木目があった。知らない天井だ大丈夫かな、起きたかな、ちゃんと分かんねえ時間が。おはようございます。寝坊してますね多分これ。はい、残りの団員朝まで待ったけど結局誰も来なかった。え、まだ団員っているの。幻サーカスさん、ラブちゃん、ラッキー、トビヤムさん、あ、なんか女の子いる。ジュンコって言うんですが、質問いいですか。だ、誰ですか、ジュンコちゃん。うん、いいよ。誰、うん、自己紹介してないけど、昨日まだ来てない人とか、うん、皆さんは何をする人なんですか。あ、サーカス団よ。ラッキーさんはピエロとケイリ、ケイリもやってるんだ。演出担当ディレクター。もしかすると、何、何、サーカス団知らなかったの。来ないなんてきっと逃げ出したんだ。なんで逃げるんだよ、ケイリが逃げたらやばいだろ。ジュンコちゃん、何でも何も知らない？言ってなかったっけ？京子さんの娘さん？めっちゃテンション上がっとるやん。じゃあご飯食べましょう。切り替え早いな。朝は昨夜のカレーライスと、はい、ナスとオクラの煮浸しです。やべえ、朝からカレー食えるの？嬉しい。ナスは苦手なんで、ちょっと僕はごめんなさい。いただきまーす。うまい！うまい、うまい。朝ごはんからいきなり元気だわ。ラジオ体操はしてないね、多分。うん。ありがとうございます。ゴチでした。サトル、朝になったら顔ぶれが変わっててびっくりした。いや、びっくりしたよ。お父さんお母さんいないもん。どうしたの？我が幻サーカス団は契約通りの場所代の支払いができなかった。何しているの？先月。夕方それがニュースになってしまった。するとすぐに次の9月に借りるところからキャンセルの電話が来て。トラブルしなってんじゃん。大慌て。始発の列車で。あら、に向かった。パパママいなくなっちゃったんだな。というわけで、ここでの公演も開始時期は未定。5日後とか言ってたじゃん。4日か。あと長瀬さんがサトルの親代わりだな。パパママはパパとパパだニュースだなんてあなたたち有名人になった。幻のサーカスなんだから。あと夜遅く、隣町新聞の記者が取材に来てたんだ。あ、そうなんだ。まだこっちは状況を知らず宣伝してくれるのかと思ったら。なるほど。その今回は場所代を払えるのかと聞かれてがっかり。最悪オブザイヤー。最悪オブザイヤー来た。うちのサーカス団はよく言うね。少ないし古いし、金が足りないのは間違いないけどね。お金ないの、もしかして。大丈夫ですか。経営うまくいってないんですね。心配になった僕は。ことにした。金貯めよう。うん。うん。サーカス団の経営資金として。こっそりお金を貯めましょう。子供に金の心配させるな。さて15日までの2週間で目指せ3万円。ねえ、夏休みになるべくお金を使わずに遊ぶ方法って何があるだろう。ほら気にしちゃったじゃん、サトルも。なんかある、お金使わず楽しむ方法。虫取り、魚釣り。トコトコくんから釣り竿をもらった。ついにくれた釣り竿。今朝は早く起きたぞ。ラジオ体操に間に合うぞ。あ、まだ間に合うの？隣の神社に向かってレッツゴー。あっす、行きます。俺も遅れないようにしなくちゃ。行っておいで、ラジオ体操。やる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 。あ、いきなりラジオ体操からじゃないんだ。さあ、ステッカーを増やすには冒険メモに記されたがクレストを完了するとステッカーが手に入ります。小さな冒険覗く。冒険メモは街の人と話したり新しい目標が増えると増えていくよっていうことですね。はい、まあ、とりあえず、いろいろとやらなきゃいけないんだけど、大きな冒険ね。ステッカー増やしたいから、早くステッカー増やしたいよね。小さなやつは魚料理。ちょっと頑張って魚料理も作ってもらいたいとこだから、頑張ろうね。はい。じゃ、日記書きましょう。8月2日。今日も1日頑張りましょう。朝起きたら大変なことになってた。パパ様、姫様いないなんて、僕はなんだか不安だな。これは自由のパラダイス。来た、自由のパラダイス来た。自由、いいのかな、自由のパラダイス。テンション上がってきたっていう。嬉しい。いや、じゃ、すげえやべえ子供来たな。神社行こう、神社。ラジオ体操、ラジオ体操。おはようございます。ラジオ体操に参加しますか。うっす、なんか知らない子供がいる。さあ見てる皆さんも一緒に体操しましょう。マジ？じゃあ皆さん見ながらやりましょう。ラジオ体操第一。ラジオ体操始め。
え、なんか知らない人いっぱいいるくない？ねえ、右のなんか探偵服着てる子とか、ちょっと女の子もいるし。ねえ。なんだあのでかいやつ。でかいキッズ。体でかいキッズだな。ねえ、みんないるね。あの、神主さんもいるし、左にパンクな格好してる女の子もいる。ちっちゃいおじさんもいるな、ちっちゃいおじさんも。あと、ほとんど知らない人ばっかだ。釣りの人もいるじゃん、釣りの人も。やばい、左の方の人、ほぼわからん。これは、後々でしょうか。ちょっとスキップしていいか。1日目だけ見とくか、ちゃんと。1日目だけ、みんな。1日目はちゃんとみんなもラジオ体操しよう。うん。でもね、ラジオ体操って地味に、やると健康になるんだよね。俺もね、1週間ぐらい毎日やってた時期あった。うん。すごい体は健康になったよ。ただ、やっぱめんどくさくてしなくなったけど。うん。やるといいよ、みんなで。うん。ラジオ体操。でもさ、久しぶりにラジオ体操やるとさ、これ、順番わかんなくなるんだよね、順番が。次なんだっけってやつ。体が覚えてるかな思ったけど、あんま覚えてなくてさ。だからこのさ、この、1、2、3、4ってやった後、この次なんだろうって。わかんないよね。これ、左右ひねるやつ次。あ、やった、ねじるやつ。覚えてるわ、ちゃんと。ここ、え、ここで喋るのしんどくね？みんな、夏休みってちなみにですけど、皆さん始まりましたか？夏休みね。まあ、俺はもう毎日夏休みなんで、もう今夏休みなんですけど。まあ、今年の夏休みはね、とりあえずいっぱい動画を撮って、いっぱい生放送してみたいな感じで、楽しく、いっぱい活動しようかな思いますので、皆さんも夏休み暇な間は、ぜひともお付き合いいただけたら嬉しいです。やっぱね、夏といえばやっぱね、時間があるので、新しいことができる季節なんですよね。だって皆さんもね、これを機に新しいゲームやりましょう。ゲームな？うん。新しいゲームをやりましょう。一本攻略しようぜ、新しいゲームな。長いな、ラジオ体操、思ったよりも。うん。ねえ。これ好きだよ、このぐるぐる回すの。ラジオ体操でいっちゃん好きで何って言われたら、俺これだよ。体ぐるぐる回すやつ。え、みんな、どれがいっちゃん好き？どれがいっちゃん好き？ラジオ体操、やっぱこのジャンプも嫌いじゃないよ。うん。ジャンプも嫌いじゃないけど、やっぱよ、ぐるぐる回すのがいっちゃん俺好きかな。うん。腕と足を動かします。あ、これもなんか、いいよね。うん。これも最初と終わりにやるやつ。うん。いいよね、これも。ラジオ体操って意外とやっぱ体動かすから、いい汗かくよ。みんなもやろう、ラジオ体操。次、最後だよ、みんな。最後、深呼吸。ゆっくりと深呼吸。ねえ、ガチでこれ普通にラジオ体操してておもろいな、このゲーム。ねえ、ガチでラジオ体操やるのやめなよ。しかもみんなちょっとバラバラなんだよ。若干ね。若干みんな自分のペースでやってるのがいいよね。さあ、あっち、ありがとうございました。今日も一日頑張りましょう。いや、長かったね、ラジオ体操。じゃあ、じっくりと見ました、皆さん、ラジオ体操。あ！出席ガード、1日に出てないよ！出れるわけないか。押しました。なんでトコトコが押してんだ、お前。お前も今日来たとこだろ。誰だ、誰だ、誰だ、待て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 、お前誰だ。それでさ、ラッパ村探検、そういえば、ラッパ森探検隊事務所って、陽介は言ってるけど、事務所ってラッパ森からトイキングをするな。誰誰だ、知らない子、知らない子。あのね、研究所は渋谷書店に繋がってるのよ、ひでこちゃん。何かいいかって、持ち込み放題なんだ。誰だ、おめえ、でかいやつ。おい、おめえ、体でかいやつ。いつも渋谷商店の前を取ると腹減っちゃうんだよな、陽介。ぐー、腹減ってる。ちょ、みんな走って帰るの待って。花火屋さん、こっから花火屋の仕事だ。おー、おっちゃんも。ねえ、長瀬さん、頑張る、ぼう。ちょ、待って、みんな自由に走りすぎだって。ここに来る前、ラブちゃん、ちょっと太ったって言われちゃったよ。ラブちゃん、ラブちゃんいないんじゃないの？ねえ、エホ、さっき言ったエホした。待って、みんな待って、みんなと喋りたい、俺は。逃げないで、俺から。あのね。お店番と、ジュンコちゃん。お店番で本眺めてると、立ち読みしたくなっちゃうの。で、君はなんて言うの？パンクなガール。パンクなガール？おはよう。りょうこちゃん。ねえ、ラジオ体操あんまやったことなかったけど、結構好きかも。君はどう？ラジオ体操なかなかいいよね。怪しいおじさん来た。なんか今、えへへって笑っとるぞ、あいつ。怪しい。なんだ？いよいよ怪しい。何が怪しいの？一切ガイさん、ほとんど怪しい。ガサイ、一切ガサイ入れ？一切ガサイ。ガサイ入れなんかそんな武装な味ではないぞ。テントって怪しい？いやいや、テントが怪しいわけじゃない。怪しいのは目に入るすべてだ。え？それにしても怪しい。どことん怪しい。ここなんかいたよな、今また。えへへってしてたよな。ねえ。ほら！えへへするな。あれ？
誰かここに喋ってなかったっけ。やっぱなんか怪しいよね。怪しい動きする。え、待って。なんか捕まえるってあったな。これ、何？サーカスか。入れるのか。見てみようぜ、サーカスの中。幻サーカス団。入ってきました。なんもないです、ここには。なんかないの？あ、ここメイク室とかだ。サーカスさんの楽屋だ。机の上に香水とか唇とかメイク道具が置かれているっていう。サーカス、開催できるのかな？今お金ないから俺もう、不安なんだけど、うちの家。大丈夫っすかね？今日何する？いや、このゲーム結構マジで自由すぎてさ、何していいかわからないんだよね。地図を見たらなんか、今おすすめのことを教えてくれるって言ってたよね。ちょっとやってみようか。じゃあまずね、神社から行きましょう。この、ちょっとずつやっていきましょう。マジでこれむずいな、このゲーム。ういっす、こんちゃーっす。こんにちは。神社さん。ここは、うちは、ラジオ体操の会場になってるけど、神社の名前は意外に知られてないんだよ。天狗山神社じゃなかったっけ？なんて神社なの？名前は、天狗山の神社。その豆じゃねえか！ねえ、天狗山神社、お忘れなく。神社の上に豚さんのお家もあるよーっていう。豚ちゃんね、いたよね。確か前回も見た見た。釣りしようぜ。あ、なんか、新しい蝶々見る。捕まえよう。あ、これ10種類来たんじゃね？ついに。ねえ、黒子の魔蝶。だぜ。黒子もな、この魔蝶。昼に寝て、夕方から飛び立つ。果物が好物だよっていう。やったー！昆虫集めたよ。ってことで、ステッカーゲット。イエーイ！次は、30種類だ。結構遠いな、30種類は。はい。虫いっぱい集めたよ、じゃない。これは。走って、ラジオ体操行ったんだ。早起きは3問得だよ。ねえ、みんな元気でびっくりしたよ。みんなすごかったね、ほんと。元気すぎて泣いちゃった、俺。朝起きの辛いっていう。みんな走ってたね。トレーニング中の二人に会ったよ。お日様に向かって走ってた。サーカスのために偉いのかな。みんな走ってたね、確かに。すごい。イエーイ！釣りについて。A で釣りすると水辺で釣りができるとこがある。仕掛けを選んで A を押すと魚釣りが始まる。ヒットしたら A で釣り上げてみよう。時間で変わるからあなたとテクニックと餌次第だよっていう。さて5種類の魚捕まえようだって。よいしょ。出て捕まえんの？わわわわ、泳いでる。釣りできないけど、A ボタンを押して釣りができるとこがあるかって言ったから。ちょっと待って、これ俺さ、積んだ？もしかして。大丈夫？水辺相当きついけど、これ。もうクロールで泳ぐ、ガチ泳ぎしとるけど、俺。こことか釣りできそうじゃね？なんか、どう？あ、来た、釣り。今、A ボタンあった。釣りしたい。釣りしたい。浮き、ミミズ釣り、浮き。やー！釣れんの？これ、魚見えないけど、ここ。一応待ってみるけどさ。何も見えんけど。魚釣ってさ、家計の足しにしたいよねって思うけど。いません。すいません、魚いません。どうします？あ、ここいるじゃん、めちゃくちゃ。イエイ！これは釣れるだろう！でかい、めっちゃでかい。魚たち。あ、ちょっと下手くそか、釣り。おい、釣り下手くそか、今の。これ多分、沈んだら、一回目でいきなり沈んだかなって思ったけど、そんなことないんだね、あれ。ちゃんと見よう。沈んでない。わからん。あ、ヒットって出たらいいんだ。これでいいの？よし。さあ、釣れた。アユ、おい、いきなりアユ釣れたぞ。ウレピッピじゃん。初めて魚釣った。よもぎ。ねえ、よもぎ川で。川の魚といえばこれ。子供の頃は海にいるぞっていう。だって蝶々がいるから捕まえよう。まあ、釣りはこんなもんでいいか。よし。じゃあ次行こう。なんかあれ落ちてるくね？なんだあれ。何これ？ゴミ？空き瓶！あちこちに落ちてる。リサイクル対象の瓶だ。ラベルのかすりや傷に味がある。安い値段で水が回収して、店でが回収してくれるぞっていう。ゴミも落ちてんだね。よもぎ川で空き瓶を拾った。ガラスの空き瓶、かすれたラベルが渋いやつだ。2個目ってなんでだ？こんな持ってたっけ、俺。
よし、ちょっとなんか日記があるじゃん、また書くこと。書くこといっぱいあるな、日記。わ、釣りのやつ？ねえ、最初の魚釣り上げた。びっくりしたけど驚いた。ググッと来てガツンってドッカーで釣り上げたよっていう。ねえ、いいね。花火上げとこ。街を探索。待って、見て、あそこ屋根の上になんかあるよね、アイテム。屋根の上になんかあるシリーズ多くね？ねえ、ちょっと待ってな。ほい。あ、登れない。どうやって登るんだ、屋根の、ここ。はぁ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 登れない。はぁうわぁ、いった !50 円あった、お金拾った。なんで屋根の上にお金があんだよ。なんで割りか。でもなかったっけ、アイテム。ああ、やっぱお金落ちてる。イエーイ、50円。屋根にお金落ちてるって、この世界、ほら。やばい。屋根でお金稼ぐぞ。こんにちは。ここ喫茶店ですか？はい、こんにちは。はい。確か。すごい気さくだね。サトル君でしたっけ？なんで知ってるの？どうして名前知ってるの？教えてたっけ？ストーカー？あんた。お名前は純子ちゃんから聞いたのです。あ、純子ちゃんから？サトル君とは明日場所で一緒にご飯を食べたそうですね。朝ご飯食べたよ。うん。じゃなくて若い方。若い方、若い方。若い方。わけで私はこのカフェを営むしがない老人。時々遊びにいらっしゃい。僕は小学生のサトル。以後よろしくね。しがない老人はさすがに意味がわからない。しがない。どういうことですか。しがないってことは長生きってことでしょ。強いな、死なないんだよ。ところでさ、質問なんだけど。ねえ、ここはどんなとこなの？カフェ。このカフェは飲みたいカフェ、コーヒー。季節に合わせたコーヒーとささやかな軽食などを提供中。コーヒーって季節に合うの？なに？コーヒー豆に力を入れているのです。コーヒー豆。最近はインスタントや缶コーヒーが好まれるようになっていますが、はいはいはい。香り高く、それでいてアットホームな引き立てコーヒーこそが絶対必要。引き立てコーヒーうまいわな。うん。すごい、随分熱心なんだね。いや、コーヒーってやっぱね、香りがね、一番うまいから。カフェじゃなくて、うん、この町の話なんだけど。カフェは興味なかった？わしっけ、間違えた。おじいちゃん、自分のこと喋りたかったみたい。じゅんこちゃん、僕のことをなんて言ってた？イケメンって言ってた？そうですね、うん、とても快活な少年だ。何快活って？カツカツ？カツカツ？お金に困ってる。お金に困ってはいません。いや、困ってるよ、お金に。どんなカツ？200円しか持ってないよ。元気な少年という意味ですね。まあ元気ですよ、僕。元気なカツ。それにしても、うん、会ってすぐいい印象を残すなんて、サトル君はなかなかやりますね。でしょ？よく言われる。大活躍。カツだけに。うまいこと言うな、俺。大変結構。では、さようなら。話、もうめんどくさい少年だと思われた。これ話も切られたけど。はい、さようなら。お店の中入ろうぜ。5丁目カフェの入り口だ。コーヒーの渋い香りが漂ってる。どこで嗅いだことのある気がする。安心する香りだ。邪魔者悪いから店の中には入らないのか。あ、ダメなの、入れないんだ。いっか。また屋上に空き瓶あるじゃん。ちょっと登ろうぜ、ここ。うんしょ、うんしょ。空き瓶リサイクルしとこ。イエーイ。急がなきゃーって。どうした？あ、ラジオ体操にいた女の子だ。かわいい子ちゃん来た。同い年のかわいい子ちゃん。あれ、中に急いで人が入っていったけど、ねえ、どんな用事なんだろう。ちょっと見ていこうぜ。駄菓子屋がここか。あ、子供たちがいる。お金払って買おうかな。なんかお菓子食べたい、俺。なんだここは。こんにちは。誰か来やがって。誰だ、陽介。こんにちは、こんにちは、二郎くん。いい服着てるね。何してるの？俺たちはラッパ森探偵事務所だ。この町に散らばった謎を調査してるんだよ。何？探偵団？少年探偵団か。ねえ、渋谷博士は夏休みの自由研究の研究所って呼んでるけどね。誰？来たのこと聞く前に自分が名乗れよ。サトルだよ。サーカス団のみんなと一緒にこの町に来たんだ。ああ、そうかよ、俺様の番だ。俺の名前は陽介だ。この町で一番の探偵なんだぜ。探偵なの？僕はジロ、陽介の相棒さ。君の方が探偵っぽいけどな。私はヒデコ、よろしくね。よもぎ谷の手前の奥沢あたりに住んでるの。あ、そうなの？やつは次の自由研究に謎を研究されてる方だな。んなとこだ。俺たちは探偵だから、いろんな場所に調査に行くんだよ。そう、僕たちは足で稼ぐんだ。え、足で稼ぐんだ。でか、刑事だったかな。
まあどの職業でも足で稼ぐもんですよ。頑張りましょうよ。私も探偵だから、ジロー君と陽介君が調べてきてくれた情報を元に推理するのよ。ということで、今日も事件の調査なんだけどよ。どうした？事件がない？もしかして。どうした？いや、お前には教えられないぜ。なんでだ！怖、悪い顔してるな、お前。それは君がお客さんだからだ。そうだ、お前は客人だから、もてなしはするか仲間と認めるわい！仲間に入れてよ！んで、そんな教えてほしいのか？うん！よ、あったな。陽介くん、教えてあげよう。いいぜ、こっちゃん、優しい。でもいいか、客人。お前はお客さんだってことを忘れな。忘れなく、なんか仲間と認めてくれないの、なんで？いつまで経っても話進まないじゃないの。じゃあ俺が見つけた謎の話だ。最近神社まで歩いていく道が暗い気がするんだよ。気のせいじゃないの？気のせいじゃない、絶対暗い気がするんだよ。神社のことならね、神社さんに相談したらいいのかな。ちゃんと明るくすればいいんだよ。そうだ、客人。斬新者には無理かもしれない。新参か、うん、お前も調査してみろ。斬新じゃなくて新参ね。うん、で、何かあったら俺に報告しろよ。街道に明かりを灯せ。何これ、新しいの来たぞ。なんだろう。さあ、渋谷商店でなんか何でも売ってます。お菓子もたくさんあった。品物ずらりっていう。何なんだろうね、ここ不思議なとこで。探偵メモってのが新しく増えたのかな。あ、これもバッチもらえるのか。神社さんに聞いてみようってやつで、神社さんにちょっと話聞いてみるか。いろいろと、なんか、行かなきゃいけないとこあるからね。こんにちは。おう、客人、そういえば、お前、どっから来たんだ？え？わかんない。地球！当たり前だろ！もし地球以外が来たやつを知ってたら教えてくれよ。ねえ、君、かわいいね。ひでこちゃん。緊張してる。こんにちは。ねえねえ、君ってどこの科目、どの科目が得意？え？いや、俺は、まあ、体育だよ。運動神経抜群だから。運動が得意なんだよ。私は国語が好き。なんで？無駄に思えることで大切だって教えてくれるから。なんだこいつは。人の心理を考えるの楽しいよな。サトル君とこうして話してるでしょ。うん、別に話さなくても生きていける。でも話した方が楽しいでしょ。そういうこと。だから楽しいから国語やってるんだね。わからんね。君はなんだい。こんにちは。お、こんにちは。あ、ちょっとどっちもコミュ障っぽい。仲良くできそう。君って本読むの好き？どうだろう。僕は好き。陽介あんま好きじゃないみたいだけど、自分の知らないことやしたことないことが書いてあるとワクワクする。自分が知ってることだってもっともっと詳しく理解できるんだ。俺も本好きだよ。いいね、趣味合うぞ。ジロー、仲良くしようぜ俺と。本が好きな小学生でちょっと変わってるかもしれないけど、渋谷博士はその変わってるところがジローのいいところだって言ってくれるんだ。渋谷博士って誰だろう。じゃあな、行った出ようぜ。では解散。やばい、夕方とかなっちゃうないかな。このなんか、おい、みんな俺置いていかれた。冷てえぜみんな。ちょ待って、出る前にお店で買い物したい。こんにちは。こんにちは。あ、この人が博士か。この町に来たこと私は知ってたよ。博士。私は渋谷博士。自分で博士って言ってるんだ。渋谷先生とかお姉さまとか呼ぶけど。お姉様って呼ぶ。ここでは渋谷博士と呼んでちょうだい。あ、お姉様ダメなんだ。なんで？なんで？ここは夏休みの自由研究研究所なの。なるほど。だから君がこの町に来たことも当然知ってる。何でも知ってる。確か入り口に探偵事務所って書いてあった。探偵もやってるんだこの人。わ、ラッパ森探偵事務所って。本当だ、いいロゴだね。陽介が勝手に書いたの。あら、彼は陽介好きだから。だからみんなはここを探偵事務所と呼んでるし私も時々そう呼んじゃうんだけど。ただの駄菓子屋だよね。いやでも違う、商店か。醤油とか売ってるもんな。よく見た棚見てよ。お菓子も売ってるし。なんでこの町来たの知ってるの？なんで僕がこの町に来たことを知ってたの？なんで？ここが探偵事務所だから。もう知らないことを占い師みたいにさ適当に喋ってない？占い師のことバカにしてるわけじゃございません。なんで夏休みの自由研究を研究するの？何したらいいの？違いそうね。理由は簡単。はい。自由研究が大切だからよ。自由研究が大切？どういうこと？暇になったらここにおいで。あ、わかった。あと、ここのルールはジローに聞けば大丈夫。ジローね。ところで、うちの店に何の用？あ、なんか買うの？あ、売れる？どれが好き？キノコ売る？キノコ結構売れるな。いい値段で。店で買いようって。それにする？ちょっと、4つぐらい売っとこう。キノコ。毎度あり。意外と売れたな。キノコ。やった。買うか。120円貯まったから。ちょっと待って待って待って。カニセット、ハチミツ、回数券。バス停！すげえ！すごいな！バス停の券とかあるじゃん。ハチミツ、
虫が集まってくる。ちょっとナイス、ごめんなさい。はい、毎度あり。とりあえず売れたわ。お金の稼ぎ方、落ちているものを売ることでお金を貯めることができる。奥を売れるのか。町の人に同じ話を聞いていくことで、お小遣いをもらうこともある。お小遣い欲しい。みんなどれが好き？俺このチョコチップのクッキーすげえ好きなんだよな。うまいよな。クッキーってうまい。わかる。お邪魔しました。ありがとうございました。やべえ、これ。もう夜とかなんない？夜にはならんか。さ、ちょっと今から、じゃ神社さんとこ行きましょうか、今から。え、なんかいる、やっぱ、なんかいる、なんかいる、やっぱいる、いる。女の子いるじゃん。今いたよ、絶対。お化けいたよ、お化け。いつか捕まえよう。よし、さて、じゃあちょっと、神主さんじゃなく、神社さん。なんか、鶏吹いてる？すいません。あ、わかったわかった。豚さんもあるのわかったけど。おじさん、あのね、参道が暗いだって。あ、そういえば最近気がつくと、灯籠が消えてて困ってるんだ。あ、消えてたんだ、やっぱ。誰かのいたずらかな。誰の？うん、この辺りには小さな小さな神様がいるんだ。もしかしたらその神様の仕業かもしれない。神様なのにいたずらするの？うん、たまに。絶対どこにしまったはずなのに、うせものがね、見つからない時あるだろ。あれも神様のいたずら。うわー、俺よくスマホなくすねんて、ほんま。神様、返して。おじさんが忘れっぽいだけじゃないの。とにかく灯籠が消えちゃってるから、明かりを全部つけてくれると嬉しい。上についてるスイッチ入れると明かりがつくからね。スイッチ押すだけ？めっちゃ簡単じゃん。これかな。えい。あれ、上の部分黄色いな。出て押すの？もしかしてスイッチかな。どうやって押すの？これ登って押すの？おい、めちゃくちゃじゃねえか、このゲーム。はい。ちょっと待って。おぉ。はい！スイッチ。押した？おぉ、ついた！めちゃくちゃじゃねえか。これでいいのか？一個だけだけど。つけたよ。ね、あれ、まだある？もしかして、灯籠は。今つけたけどなぁ。一個だけではない。説。あ、ここにもあるじゃねえかよ。これどうすんだ？ねえ、これどうすんのこれ。黄色い部分が不思議な感じだ。もしかしてスイッチかな？どうやって押すの？木登ってから押すんかな、これ。よし。木登って、木からジャンプ。うわ、行き過ぎた。はい。木ついた。100円もあんぜ。よし。えい。大変っす。ここもどうすんだよ。あ、いけた。よし。全部火ついた。いや、まだある、まだある。いっぱいあるな。ちょっと待って。おい、アクションゲームじゃねえか、これ、完全に。あ、こうやって登、あ、こうやって登れんだ。なんだなんだなんだ。普通に登れたわ。よし。あ。ねえ。今日で明日の人。いやーい！よしよしよし。やっと全部ついた。消しすぎだろ。すごいね。誰？うわ、神様？遊んでくれてありがとう。なにこの人？座敷わらしを3人見つけろ。なになになに、急に出てきた、お化けが。妖怪出てきた。灯籠に明かりついてると思ったら、君が全部つけてくれたのか。ありがとう、助かるよ。大変やだって、めちゃくちゃ。ジャンプしたで。ねえ、これからも、全部の灯籠をつけて回ってくれないか。そうだな、明かりを3回全部つけてくれたら、お立ちにあげるからねーっていう。わかった、これからも消えてたらつけるわ。でも3回に1回なんだ、お立ちは。毎回くれへんかな。毎回くれたら嬉しいんやけど。ありがとうね。よし。じゃあちょっと夕方になってきた？日落ちてきた気がする。ちょっと待ってな。ちょっと渋谷商店行きましょうか、これ。急いで行こう。やばいやばいやばい。もう夜になっちゃう。夜になってまう。これで報告に行けばいいのかな、多分だけど。わぁ、もうバテバテだ。スイッチね、毎日もしかしたら消えちゃうのかもしれないね。で、毎日やることで毎日座敷わらしが出てくるのかもしれない。え、なんかアコーディオンおじさんとかみんないる。ちょっと喋りたい。こんにちは。仕事
仕事は本を売ること仕入れ。ここ本屋さんなんだ。店番してるんだっけ。それと本堂本屋の掃除があるのは疲れるわ。レジ横で売ってる。はい。乙女の居直りは絶対に読んじゃダメよ。ダメって言われたら読みたい。読もうかな。アコーディオンおじさんだ。二人が演奏していたのはフォーレのシシリエンヌ。ほう。100年前の世紀末フランスの曲だ。いい曲だ。なんて悲しいメロディー。かなピッピ。悲しさが大気に満ちていくだよ。おもちゃ屋さんなんだこれ。カフェで演奏会を鑑賞しようだって。どういうこと？でめっちゃおるけどこれ大丈夫新しいの？姫赤盾葉買いましょう。新しい曲でーす。花が大好きな小さな蝶、世界中に住んでいるんだよーっていう。うっと。ダメだ、逃げられちゃった。これな、今のカフェ鑑賞しようってどういうことなんだろうね。小さな目標。違う曲、日によって違うんだって。あ、なるほど。だからちょこちょこ気に聞きに行く感じでいいんだ。よし。おだちん食えれるんだって。はい、というわけでラッパ探偵事務所来たけど。誰かいるかな？みんな来た急に。夕方やのに。どうしようかしら。ひでこちゃんどうしたの？サトルくんたら聞いてよ！じいちゃんさん、この豚さんが逃げちゃったみたいなの。豚逃げたの？いつも逃げてるらしいけど。じいちゃんさんって豚さんが大好きでしょ？だから、豚さんが逃げたら大混乱だと思うんだ。もしかしたら誰かわざと逃がしてたりして。んなわけねえだろう。まあ、ちょっかに。真剣に聞いてよ。座敷わらしじゃね？洋介くんと次郎くんはあんな感じだけど。サトルくん、頼んだわよ。俺がやんの？豚さんはラジオ体操やってる神社で裏側で買われてるからね。何かあったら、私にすぐ報告。すごい。豚さんの柵を壊した犯人は誰だ？誰だ犯人？いや、俺分かったよ、あれ。俺様はどこから来たのか知りたくなったのか？いや、あれあれ、参道もうクリアしたよ。僕、暗かった神社までの道に明かりを全部つけたんだ。おー、やんじゃねえか。まあ、ねー。じゃあ、あとは毎日やればいいってことだな。え、なんで？んじゃあ、当たり前だろ、一回つけたくらいじゃ次の日になったら明かりはまた消えちまうんだ。参道はまた暗くなる。つけ続けることに意味があるんだ。でも俺のせいじゃ明かりに手では届かないんだよ。俺のはちっちゃいよ。なんで毎日やり続けることだったんだ。ことわざを覚えてるんだよ。何？今日のことわざ。東大もともと暮らし。どういうこと？なんか、もっと多くない？今日何について聞きたいの？ね、は。また豚さん逃げてるの？困ったなぁ。サトルくん、豚さんは裏で飼われてんだよね。逃げ出してんだから柵の様子を毎朝見に行くのが大事かも。毎朝見に行くの？わかった、明日見に行くわ。やること毎日増えたな、これで。渋谷博士はいい人なんだよ。僕大好き。ところで何の用だよ。ルールって何？ここのルールは君に聞くようにって渋谷博士が。何でも聞いてね。洋介はここは探偵事務所って言ってるけど、正しくは夏休み自由研究の研究所。渋谷博士が名前を付けたんだ。そこのところよろしく。あ、自由研究のためにやってんだね、ほんと。なんか写真貼ってんのかっこいいな。俺も貼ろうかな、ああやって。黒板あるでしょ？そこにここの街で起きた事件について書き込んでるんだ。本格的なんだね。そうでしょ。他にもなんか事件が起きたら必ず話し合うことにしてんだよ。うちのサーカス団よりしっかりしてるかも。以上か。この、夏休みの自由研究の研究所のルールだよーっていう。全然わかんないけど、OK。まあまあ、なんか緩いなーっていう。ありがとう。夜になってきちゃった。どうしよう。また来てね。はーい。てなわけで、またね。ここ来たらみんな集まってくれるのなんか嬉しいな、ちょっと。たまり場って感じがする。